6月25日日曜日琵琶湖修合の歌開示95周年を記念して誕生の地近江松町並散策と古城クルージングが行われました町並散策では今津ガイド勉強会のメンバーの案内で名所や旧跡を巡りながら旧制参考水上部員の足取りをたどりましたまた豪華観光船ビアンカで修合の歌ゆかりの地を巡る古城クルージングでは 高島の郷土料理によるおもてなし昼食やソプラノ歌手山本貴子さんのコンサート元 NHK アナウンサーで琵琶湖修航の歌の研究家である飯田忠義さんの講演などが行われました古城クルージングには約250人が乗船参加者らは修航の歌にまつわる歴史やエピソードなどゆかりの地ならではの魅力に触れいにしえの修航ロマンに思いを馳せていました。